げんこつ屋いつ見るの今でしょ。はいどうも、サトチンです。はい、お台場合衆国行ってきました。じゃじゃん、8月5日に行ってきました。楽しくなければお台場じゃない、冒険じゃない、夏じゃない。お台場合衆国に行ってきたので、買ってきたものや写真を撮ったものを紹介します。はい、買ってきたのはこんなに買ってきました。ちょっと欲しかったのはね、今回は我慢せずに買ってきました。これがワンピースのクッキーですね。で、これが銀さんのアイマスク。AKB 復讐クッキー。めちゃイケサービスエリアのお土産です。レモンケーキ。で、これがトラファルガーローのチキンじゃねえや。チョコクランチですね。溶けてないかが心配です。それだけが。大丈夫だと思うんですけどね。やっぱり夏なんで、皆さん行った時には気をつけてください。そしてこのビバリトルイのポイドドチップス。で、これも AKB の T シャツです。あ、かわいい。で、これがパスポート。もらえたうちは、お台場合衆国付近にあった等身大の初代ガンダムの写真を撮ってきました。ひどい。1200円です。はい、T シャツを着てみました。こんな感じになってます。裏はこんな感じ。見えるかな？PKA48。 普段着でこの T シャツを着るにはちょっと勇気がいりますが、まあ、普通に着ていこうかなと思います。あ、そうだ、あと一つ、あと一つ買ったものを忘れていました。 AKB フォーチュンクッキー。これをなんと20個買ってきました。はい、次の動画でね、この20個開けていきたいと思います。これが買いたくても買えない人、1から20番まで番号を決めといてください。それがあなたの選んだフォーチュンクッキーのメンバーです。それが次の動画にアップされます。楽しみにしておいてください。しゃっす。はい、このお台場の隣のビルにアディダスショップがあるんですが、このパーカーがなんと売っていました。ハーパンバージョンも。このパーカーはですね、キャリーパミュパムさんがキャリーパミュパミュさんとコラボしている商品なんです。もうね、ネットで探しても全然売っていなかったんですが、お台場に行った時ちょっと見かけちゃいまして、もう速攻買っちゃいました。この上のパーカーが1万500円です、確か。で、下のハーパンが6000円です。1万6000円です、2つで。お台場にこれから行こうと思うあなた、汗拭きタオルは重要です。汗拭きタオルと顔拭きシート、そしてうちわ、あとはお土産を入れるバッグ、絶対必要になると思うので持ってた方がいいです。それで終わりたいと思います。シャッス。